ストも酸ともかく、A、ビネガーは、酢酸を3から5%程度含み酸味のある調味料の一種。穀物や果実を原料にした醸造酒を酢酸菌、アセトバクター属で酢酸発酵している。酢酸以外に、乳酸、琥珀酸、リンゴ酸、クエン酸などの有機酸類やアミノ酸、エステル類、アルコール類、糖類などを含むことがある。 殺菌や防腐を目的としても使われる。1979年6月8日に、食図の日本農林企画が公示され、日本農林企画、ジャスでの故障は、食死となった。乳酸の酸化入り定数は3.8、酸酸の酸化入り定数は4.8、酸酸は、細胞膜の脂質二重層を濃度に依存して通過し、細胞内で水素イオンを放出して、 pH を低下することで活性を下げて、抗菌作用を生じる。フランス語で酢を意味するビネーグルは、ビンガー、酸っぱいワインに由来し、漢字の、酢と、酒は、部首が同じで、酒との関連性が深く、有志以前、人間が醸造を行うようになると、同時期に酢も作られたと考えられている。文献上は、紀元前5000年頃のバビロニアに記録があり、 紀元前4000年頃にワインやビールから酢を作りピクルスをつけた記録が残される。古代ローマで水に酢を加えた清涼飲料水、ポスカが飲まれていた。日本は王神天皇の頃に中国から渡来した。律令制は蔵主史が酒、甘酒と共に酢を作り、酢漬けや酢の物の、生酢の調理に用いた。後に酒かすを原料とする。 カスや米や麹を原料とする米酢が作られ、江戸時代は木の国小川がカスで泉国境が米酢でそれぞれ産地として知られた。かつての家庭はワインが自然に変化するのを待ちスを得たが、近世は17世紀のフランスで床の上にブドウのつるを敷いてワインをかける手法、18世紀のオランダでヘルマンブールハーベが敵化式、19世紀にルイパスツールが オルレアン製法などが考案され、現代の工業生産方式に応用された。西洋における巣の製造法で最も古い方法は、オルレアン製法で、希釈したワインを空間を残して損に詰め、酢酸筋膜を加えて緩やかに発酵させる。定期的にできた巣を抜き、新しくワインを継ぎ足す。現代的な製造法に比べ空気に触れる部分が少ないため時間がかかるが、 芳醇な香りの巣ができる。他の製造方法として18世紀に発明された敵化方式とより現代的な液中培養方式がある。敵化方式は多孔質の素材に酢酸菌を付着させ、そこにワインを繰り返し注ぎ効率よく酢酸菌を働かせる方である。液中培養方式はタンク内で抜擢した醸造酒に菌を入れて、 発酵を促す方法で24から48時間でエタノールを酢酸に変えている。いずれの方法でも製造後は低温加熱処理で残った細菌を殺菌する。高級ナスはその後に熟成期間をかけ風味やまろやかさを醸す。穀物や果実を質が酵母エッセラビシによりアルコール発酵させ原料もろみを生産しもろみに酢酸菌を添加し、 食図が生産される。表面発酵では酸度が4から6%程度になり、通気拡拌させる。深部通気発酵では酸度が5から20%の食図となる。素を基本として他の調味料などと合わせて調味したものを合わせず加減図、調合図などと称する。1847年にドイツ人科学者ヘルマン・コルベが最初に、 無機物から酢酸を合成すると、酢酸に関係するとされた有機化合物は関連名称が付された。ラテン語で酢を意味するアチェートは、酢酸の英語名であるアシティックアシッド、アセトアルデヒド、アセトアルデヒド、アセトン、アセトンなどの名称の語源となっている。古来から、酢を使うと食物が腐敗しにくくなることが経験的に知られていた。この効果を利用した食品としては、 例えば酢飯やマヨネーズなどが挙げられる。後に微生物の存在が知られるようになり、その細菌などの微生物が腐敗の原因であったことが、ルイパスツールの白鳥の首フラスコを用いた実験によって明らかとなった。この腐敗に関わる細菌が生活しやすい pH が7付近、中性付近であるのに、そこに酢が存在すると pH をやや低く弱酸性にしてしまう。 これによって、細菌の増殖が抑制されるために、腐敗に低くなっていたことが判明した。ただし、一般に真菌、カビは、細菌よりも低い pH でも増殖しやすいため、細菌に対する増殖抑制効果に比べると、真菌に対する増殖抑制効果は、弱い傾向にあるなどの弱点も存在する。人体の皮脂や水垢は、コリともに放置すると変質して、 水拭きで拭うには困難を生ずるが、酢酸の弱酸性と重曹の弱アルカリ性を利用して汚れを中和して分解できる。巣が外遊する酢酸は鉄などに錆を生じたい理石の劣化を促進するなど材質により腐食の原因となる。洗濯物を陰干しす際の周期は雑菌の繁殖によるが高アルカリ性のため通常の洗剤だけでは 洗浄効果が得にくく、酸度を高めて洗うと効果が期待できる。鶏肉などを茹でるときに煮汁に酢を加えると、肉が柔らかく骨から分離しやすくなる。これは、酢の酸が骨と筋肉をつなぐ結合組織、コラーゲンやエラスチンからなるに作用し、加熱によって変性したコラーゲンを溶出させるためで、ある。また、酢によって酸性になることによって、水分の保持量が上がり、 筋肉に内在する酸性プロテアーゼが活性化することによって肉腹かくなる。骨付きの肉や魚、貝殻付きの貝などを酢とともに調理することによって骨や貝殻のカルシウムを溶出させることができ、カルシウムの摂取に役立つ。食事とともに食図を摂取すると血糖値の上昇を抑制する効果が食図を摂取すると 血圧の上昇を抑制する効果がそれぞれ確認され、レニンマイナスアンジオテンシンマイナスアルドステロンの関与が報告された。伝統農法では農薬の一種として利用される。日本では出生毒用の特定防除資材の特定農薬として登録される。2010年の皇帝液の流行時に皇帝液ウイルスが酸に弱い性質を利用して、 無線操縦ヘリプターですを空中散布し、ウイルスの蔓延を防ぐ試みが行われた。サーカスは、地方巡業の際に食料を一度に大量購入するが、疲労回復のために飲料として大量の巣を購入することがあり、それを見た人があんなに大量の巣を飲むから、サーカス団員は体が柔らかいと噂したことから生じた誤解である。 古来から南蛮付けなどにした魚の骨が巣の作用によって柔らかくなる。前述のように肉を巣に漬け込むと柔らかくなることもの、説が長く信じられる一因となった。柔軟性は人体の可動域を拡張すると高まり、巣の引用に左右されない。巣の過剰摂取で骨が脆くなるの論は、酸の干渉作用で骨細胞中カルシウムは流出が抑制で成立しない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。